イギリス軍の階級は、イギリスの軍事組織において、その構成員の上下関係を明確にするために、定められた序列である。英国軍には OR、OR-5 に該当する階級はない。英国海兵隊、英国陸軍、英国空軍の下級貸士官は、上級貸士官と異なり、兵と同じ兵舎や食堂を使用する。海軍は、海兵隊含む。ッコ内の英語故障の右は、 ナトコー高度イギリス陸軍では、外国軍の陸軍巡将に相当する、陸軍大将は左官に位置付けられ、上等兵と合長は、下級下士官として扱われる。士官の階級将は、検証で表される。遺憾は形の星の数で、左官は、星と王冠の組み合わせで、将官は星、王冠と、剣と式杖図を、X 字型に交差させた遺書の組み合わせで表される。 元帥は王冠と X 字型に交差させた元帥図への組み合わせで表される。外国軍の殉将に相当する代償は左官に位置づけられているため、将官ではなく階級章も左官系統のものとなっている。将官左官以下の巡視官並びに、下士官、兵卒の階級章は上腕部の袖章で表される。巡視官は王冠、紋章を基本にした気象で、 上級軍装から上等兵までは V 字型の気象で表される。兵卒には階級章がない。巡視官以下の階級故障、階級賞及び階級数は陛下及び所属部隊によって異なる。以下に示すのは標準的な例である。イギリス陸軍においては補給物資、受品等の管理は伝統的に部隊の古参加士官の職務とされており、 補給担当科士官は一般に行為である。また、招待専人科士官と分隊長が階級としては同一であるなど、階級数は他国と比較してやや少なめである。イギリス陸軍では、巡視官は女王の認証上によって士官に準ずるとされる階級で、米陸軍のような独立した階級ではない。またはラントオフィサーとは階級の区分であり、実際の階級名、 階級章は、各連隊等によりまちまちである。中には、連隊で鉄単や五丁、ヨーマン信号種のような、そうと知らなければ、巡視官とはまずわからない、階級名もある。1879年発行の認証上に、スーペリア・ツー・ザット・オブ・オールノン、カミー・シャンド・アンフィサースとあることを根拠に、王立補給軍団付軍装であるコンダクターが、全科士官中の再先人とされている。 ただし再選人とは言っても、形式上の序列の話であり、米陸軍や陸上自衛隊の再選任可視官のような全可視官、兵を統括するような職責があるわけではない。中隊補給軍曹は、不評部隊ではカラーサージェント、それ以外の部隊ではスタッフサージェントと呼ばれることが多い。いずれの場合も、中隊司令部の幕僚要員であり、可視官としては好意である。また、 イギリス陸軍では、中隊補給軍装、またはそれ以上の可視官を単に、サージェントと呼ぶことはたとえ士官であっても、非常に失礼なことであり、スタッフサージェント、カラーサージェントあるいはクワーターマスターサージェント、などのように、必ず明確に区分した故障が用いられる。カラーサージェントは直訳すれば、軍旗軍僧となることからもわかるように、もともとは中隊の機種であり、現代でも、 式典等では、機種役を務めることが多い。英国海軍は2004年4月1日に二等順位を導入した。この変更の結果、上級上等兵装は OR、OR-7 から OR-8 に分類し直された。1999年4月1日に統合された海軍上等兵と海軍一等水兵オーディナリーセア面の階級は、 海兵隊上等兵と海兵隊一等兵に相当した。海軍二等兵と海兵隊二等兵の階級も廃止された。英国軍ではオブマイナス6の階級は召喚ではなく左官である。英国海兵隊士官の階級は1999年7月1日に陸軍の階級に揃えられた。多くの欧米諸国の軍では空軍軍人の階級は 陸軍軍人と同一の階級故障が巡用されているが、イギリス空軍は陸軍や海軍とは別枠の階級故障が用いられている。ありがとうございます。